アラバ県は、スペインバスク州にある県。県とは、ビトリアガステースであり、ビトリアガステースは、バスク州の州都でもある。バスク州にある3県の一つで、フランス領バスクを含めた歴史的なバスク地方の7、県のうちの一つ。カスティーリア語とバスク語公用語とし、公式表記は二言語を、スラッシュ記号で平記した、アラバ、アラバ。古代ローマ時代には、 ガッラエキアとアキタニアを結ぶ道路として、アブアストリカブルディガラムがあり、その沿線にアルバという領主の邸宅があった。この地は、現在のサルバティエラ、アグライン近郊のアルベニスである、可能性があり、このアルバがアラバの語源であるとされることがある。エウスカルザインディアは異なる説を唱えている。エウスカルザインディアは、アラバの書出は8世紀に書かれたムスリムの年代記が、 アラバ平原に言及したことであり、あるというアラビア語の説当時にコバスク語のラウアをつけたものがカスティーリア語のアラバやバスク語のアラバに発展したとしている。アラバ盆地とバスク山脈北はギプスコア県やビスカヤ県と西はカスティーリアイレオン州、ブルゴス県と南はラリオハ州と東はナバーラ州と県境を接している。アラバ県内には ブルゴス県の飛び地であるトレビーニョがあり、バスク州のバスク民族主義党はトレビーニョのバスク州への編入を望んでいるが、ブルゴス県議会はトレビーニョの飛び地としての保持を望んでいる。アラバ県は内陸部にあり、地域によってとても落差の激しい気候が特徴である。北部は大西洋に近いことから湿度が高く、南部のエブロ川流域は乾燥して暖かい。地形や 風景などの特徴によって、アラバ県は5つの地域に区分される。ビスカヤ県との境界にある北部のゴルベア山地は、標高1200メートルから1400メートルの石灰岩の山地であり、中腹には緑色の草地が広がる。ラリオハ州のログローニョに近い南東部には、標高が低く乾燥した谷があり、人口はまばらである。中央部のビトリアガステースやサルバティエラ、 アグラインを中心とする盆地では、穀物が生産され、標高1000メートル程度の産地によって、ブルゴス県のトビチトレビーニョと隔てられている。ナバーラ州やギプスコア県に近い東部には、標高1200メートルから1500メートルのウルキージャ産地やウルバサ産地があり、森林が広がっている。ゴルベア産地、ウルキージャ産地、ウルバサ産地などはいずれもバスク山脈の一部分であり、 バスク山脈は、スペイン北部を東西に伸びるカンタブリア山脈の一部分である。ラリオハ州のミランダでエブロに近い南西部は、アラベーゼリオハと呼ばれ、エブロ川砂岩地域は、ラリオハ州同様に、ブドウ生産が盛んである。北西部のネルビオン川菓子には、アムリオやラウディオ、ロディオなどの町があり、これらの町は、ネルビオン川下流にある。 ビスカヤ県ビルバオと深く結びついている。外して、アラバ県を流れる川は、エブロ川に合流して、東に流れ、ログローニョやアラゴン州、サラゴサを通って、やがて地中海に至る。ビトリアガスペースなど、中央部の盆地を流れるサドーラ川、AP-68 号線や、レンフェの鉄道路線に沿って、西部を縦断するバジャス川が、アラバ県の二大河川であり、両河川は、 ログローニョ付近でエブロ川に交流している。ビトリアガステースの北約1 0トルの距離には、ウリバリガンボア貯水池があり、貯水池の水は、ビトリアガステースだけでなく、ビルバオなど、バスク州の他の自治体にも供給されている。ビスカヤ県や、ギプスコア県の河川は、アラバ県の河川とは異なり大西洋に注ぐが、 アラバ県北東部の谷には地中海と大西洋の分水海があり、ラウディオ、リョディオやアムリオを流れる川はネルビオン川を通って大西洋に注いでいる。アラバ県はクアドリージャと呼ばれる7つの郡に分かれている。県とビトリアガステースは単独でクアドリージャでビトリアを構成している。7つの郡が51のムニシピオを内包しており、 バスク州最大の2963平方キロメートルの面積を持つが2012年の人口はバスク州最小の322557人であり人口密度は108.9人平方キロメートルである人口の約3、4は県とビトリアガステースに住んでおり他の6郡の人口はまばらである。 アニャーアナバイ、スージャ、アオ、サルバティエラーカ、カンペソモンターニャ、アラベサ緑、ラグアルディアリオハアラベサ中央の空白部分、ブルゴス県の飛び地1950年には農業と農場経営がアラバ県の景観を形成していたが、1960年代から1970年代には中央部の盆地で工業が成長して労働力が徐々に工業にシフトし、ビトリアがステース。 サルバティエーラ、アグライン、アラヤには工業団地が形成された。2000年時点では農業従事者は2%に過ぎず32%が製造業に60%が第三次産業に従事している。大西洋岸ではかなり早い段階で鉄工業が発展しビスカヤ県ビルバオの経済の原動力となった。ビルバオの衛星都市であるラウディオ、リディオや アムリオにはかなりの人口が流入し、人口の点で言えば、ラウディオ、リョディオはアラバ県第2の自治体に、アムリオはアラバ県第3の自治体となった。2011年のアラバ県議会議員選挙の政党別獲得議席数は、国民党が16議席、バスク民族主義党が13議席、ビルドゥが11議席、バスク社会党が9議席、 エスケルバトゥアイコールベルが2議席であり、選挙前に決闘されたばかりのビルドゥが第2党に躍進した。ビスカヤ県の第1党はバスク民族主義党、ギプスコア県の第1党はビルドゥであり、バスク州の3県で第1党が分かれた。アラバ県にはレンフェの2路線が走っている。ラリオハ州、ミランダデエブロとビスカヤ県ビルバオームスブロ線がアラバ県西部を縦断しており、 沿線には、オルドゥニャ、アムリオ、ラウディオ、リョディオなどの自治体がある。ミランダデエブロと、ナバーラ州パンプローナを結ぶ路線が、アラバ県中央部を横断しており、沿線には、イルーニャデオカ、ビトリアガステース、アレグリアデアラバ、サルバティエーラ、アグラインなどの自治体がある。かつては、ギプスコア県アラサーテ、モンドラゴンと、ナバーラ州エステーリアを結ぶ、 狂気路線のバスクナバーラ鉄道がアラバ県を通っていたが、1967年に廃線となった。ビトリアガステースの北西にはビトリア空港があり、バスク州の3空港で最も長い滑走路を持つが、旅客便は少なく貨物便が中心である。2014年10月には、バスク州から初めて、大西洋を越えるニューヨークへの旅客便が設定された。 ありがとうございます。